ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。さあ飛び出した13頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。10番レイパパレが先手を取ります。5番オタケリベオンがかわしていきました。1番湘南バルディが内内を行っています。その外スーッとヒフルマンが上がっていきました。そして1番人気のヤッツドール、なかなかいい感じ。ちょっと離れて7番シャドウディーバであります。ランブリングアレー、そしてその後ろから11番ステラリア、その外からはサンレイポケット、内から1頭8番アラタ、それから6番赤い糸ソフトフルート。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭はヤックドールであります。外を通ってシフルマン、マラケザレース展開です。その内からは湘南バルディ、それからもう1頭レイパパレ、その後ろでやりましょうか。2番リベオン、そして6番手にポタゲ、それから7番シャドウディーバ、ランブリングアレー、サンレイポケット、アラタが並んでいます。そして外からはステラリア、赤い糸がそのうちにいます。そしてしんがりからソフトフルートでやります。大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場。ジャックドール先頭、1馬身リード、外から懸命にレイパパレ、湘南バルディ懸命に追う。3番ジャックドールがまだ粘っている、ムチが飛んでいる。レイパパレ、サンレイポケット懸命に追う。13番サンレイポケットが来ている。ジャックドール1着、1番人気に見事応えました。勢いがありますね。1着3番、2着13番、3着5番以上のように確定しました。